はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。ドラクエ6ですね、やっていきましょう。なんか敵が強すぎてね、もう困ってんですけど。おお、バーニングブレス、おお、なんかブレス来そうだね。バーニングでブレスだもんね。とてもでも火には見えないんですけど。さあ、ちょっと普通に行っちゃいますか。早い。あ、でも220ある。この敵の方が楽だよね。あ、こっちも行けんのか。ちょっと待って、うわー、なんだカメレオンマン、なんだい。え、行くか。硬いなー、はやぶさ切り。あー、2発当たるのか。あ、いい、いいよ。道具で、ゲントの杖をミリウさん使っちゃいましょう。食らうね。さあ、道具でゲントの杖私ね。いやー、すごいね、このゲントの杖。これなかったら無理だわ。もうちょっとあの敵経験値少なすぎ、経験値少なすぎだなぁ。いけるね。硬いなぁ。おぉ、メラミだ。そうだそうだ、皆さんもう70ぐらいは、60切ったら、あぁ、やばいよね。ギントの杖ミレイユさんで使っちゃいましょう。いけるか。おお、やっつけちゃうよね。ああ、やっつけちゃったか。女神は一体、ミラミは痛いなぁ。で、こっちで私、こっち行ってないでしょ？ね、こっち行ってないので、てっきりこっちが順路かなぁと思ったんですけど、うわぁ、ダメだろうね。あ、鉄仮面。鉄仮面？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 おー、ハッサン、鉄仮面、オッケー。あ、私も鉄仮面 OK か。ハッサン強いから、そうだね、私が装備しましょう。鉄兜、ああ、袋だね。いいの入りましたよ。ああ、お金ね。やっぱりね、そろそろ来ると思ってました。頼まず、ザキはやめてくださいね。これザキでチャモロさんになると終わりだね。ほら、みんなが命大事に。さあ、では私は攻撃しましょうか。ナイス。いやー、ちょっと待ってね。入れ替えじゃない、私がパニックなってるわ。呪文使うな。で、道具でゲントの強いチャモロさんね。え、まだ使えんの。びっくりしちゃった。どう、あ、足りないね、 MP がね。で、ハッサンも回復させとこう。あ、倒しちゃった。あ、私レベル10に上がりました。
1ポイントが8ポイント、マジックパーが4ポイント、さあ、こいっと。5、5、4、1、2、17ね。ああ、ハッサンほとんどじゃないんだね。まあ、それでも17上がってっけど。さーてと。いやどうしよう。すごく悩んじゃうんですけども、どっち行こうかな。多分ね、味方はみんなデビルアーマーに行っちゃうと思うんですね。だまずデビルアーマー行っちゃいましょうか。よーうわ、痛いぞこれ。おい、おい。バイキュートじゃないだろう。とんでもないのバイキュートかかっちゃった。ちょっととんでもないんですけど。ほう。バイキルととんでもないわ。いやもう皆さんガードしてちょうだい。おお、もう私回復しかできない。よかったね、でもこのヒットポイント残ってたから。あら、またやらん出てきたな。ホイミスラム行っちゃおうか。もうなんだろう、この繰り返しかい。わあ、また避けられちゃった。なんだいこれ。続いてんだ。はあ、はあ、ちょっとレベル10に上がりましたね。1ポイント6ポイント、マジックパーが3ポイント、さあかい。おい、また力さ。何これ、どういう意味なんだろう。力ばっかり上がるんだけど。うわあ、嫌な感じだな。これさすがにダメか。みんな頑張れにしましょう。道具で発散に、ゲントを発散。あ、ここまで、これだったら呪文使われできますね。チャモロさんが64か。バイキルト唱える前に用途値やっつけましょう。遅かった。おお。もうやらせのように来るな、これ。帰れないんでしょ、全滅するか。全滅してもいいかもしれないね。強すぎる。もうチャモロさん、うわー、だってないもん。一番死んだらダメな人が死んじゃったね。いやー、勝てる気がしないね。道具でゲントハッサンかな。相変わらず痛いね。まあルカに唱えてもいいんだけど、キリがないんですよね。ああそう言っちゃったか。いいね。意外、琴ノ若、私にね、私が弱いね。私のあれがないわ。これ全滅したらどうなんだろう。帰れるのかな。完全泥試合ですね。
せっかくだから一言で回復しちゃおう。いやー参っちゃったなこれ。さあとりあえずここまで来ましたよ。これでもチャモロさんがいなくて勝てるかな。道具でケンとミエルさんね。いやーハッサンの飛び膝でも20何歩しか当たらないもんね。倒さなくてよかった。回復できるからね。あ、いい感じ。お、50当たったね今度はね。あ、聖剣好きか今のは。いやうわー、何回かアニムだねこれ。あ、いやこれいかにもだ。いやでも早く行って全滅した方がいいのかな。するとすればね、そうしないとチャモロさんとの差が増えちゃう一方だもんね。戦いは戦うほどね。おお、まあなんとかなるかな。奴隷兵士の方がいいね。バイキルトとなるとたまったもんじゃないからね。やっぱりいい、まあまあ痛い。よし、お一撃かっこいいな。ハッサンもちょっと回復しましょうか。いやー回復しててよかった。はい、ハッサンで20まで来ました。一ポイント9ポイント、マジックパーが始まる。さあ来いっと、6633にまた2位上がったよこの人。もうハッサン様々だな。もうこれ喋れないよもう。さあカメレオンマン妖術師、これは妖術師なのかな。カメレオンマンはハッサンが聖剣好きで一撃で倒してくれると祈っておきましょう。あそっか、聖剣好きってあれなのか。聖剣好きって当たり外れがでかそうだね。うわー、どっちに回復すればいいのかが分かんない。ミレイユさんに行っちゃおう。わー、そう来るか。バイキルト入っちゃったよ。なんだかあれだね、容赦ないねこのドラクエ6は。あーよかった、あーよかった。道具容赦ないな。あ、なんでミレイさんにやっちゃったんだ。もうポンコツになってる。もう自分のポンコツ加減が嫌だ。いやほんとね、40超えたらなんか意味もなく体を動かしちゃうよね。意味もなく判断しちゃいますよね。もうなんかね、私ね本当に考える前にやっちゃうんですよ何かをね。それがすごく腹立たしくてね、自分に怒っちゃったりするんですけどね。というわけで、あ、まだ時間もう少しありますね。もうねこの自分のポンコツ加減がね、何これ、あの人なんか嫌な感じだね。うわー
ーチャーの剣。そうだね、2匹以上いったらこれ使うべきだね。硬いから。そうだね、そうなるわ。ミレイユさん、ミレイユさん何すりゃいいんだあんた。困ったな。いや、まだハジャでいけますよ。さあ次は私が回復で。どうしようかなと。まずホイミスラムつけましょうか。でこうなって、次に発散を回復していい感じでですね。で発散と。いやチャモロさんがやられたの痛いわ。ほんと痛いな。あ、なんかあるよ。おう、もう管理してよ。またさっき、あ、ラリホーマー、あら、あら、おお、うんうんうん、どう、何がしたいんだ。うっそ、目が覚めたわ、そら怖え。はい、ゲント私ね、36食らうよ。一応もう私結構あるから、ルカに唱えよっか。え、何この、何このダメダメな感じね。もう、ああ、うん、いいですよね、全然。痛い、普通に痛い。もう喜んで覗いちゃったらこうなっちゃうんだよね。おーい、痛恨出すぎだろう。危なかった。私の動き遅すぎる。ああ、というわけでね、この辺で終わっておきましょう。タクシックス終わっておきます。どうもありがとうございました。